にちは。今日はダンベルといいますか、鉄アレイのイメージに近いものを開封していきたいと思います。ついでに初心者の方向けに、ダンベル選びについても、お話ついでにできたらと思います。もうどんどん誰に向けた動画なんだっていう感じになってきていますけれども、まあ、とりあえず進めていきたいと思います。こちらですね。今日は平日のお昼ですので、従業員さんたちがまだ働いておりますので、事務所の隅の和室でひっそりお届けしようと思います。僕の仕事は一旦ちゃんとして引き継いでおります。サボっているわけではございません。お、二重だ。ちょっと待って、まさかの二重。ダンベルやらバーベルはたくさん実は持っているんですね。パワーラックとかいろいろ筋トレグッズというかウェイトトレーニングの機材は持っているんですけれども、初めてアマゾンでダンベルを買いました。しかも激安。みんな大好きアマゾンベーシックのダンベルでございます。いかんせん初めてダンベルをアマゾンで買ったので、若干の不安というか、かなり安いんでね、かなり不安ではあるんですけれども、まあまあ梱包はちゃんとしてますね。レビューしていきたいと思います。まあしっかりはしているのかな。まあ、重たいんでね、しっかりしてない方がおかしいんですけど、これは普通のまあ鉄アレイって言われるものではあるんですけれども、まあ見ていただいたら分かるんです。六角のやつです。丸いやつじゃないんですね。丸いとですね、まあ転がってすねに当たったりとか小指を挟んだり、まあ小指を挟むのは僕が裸足でやってるからのせいなんで、僕のせいなんですけれども、まあ転がってすねに当たったりして激痛が走るということがよくあるんですね。まあ六角で転がらない、あの地面を張っていかないとかいう点ではいいかと思いますね。であとは、ああ持ち手も割としっかりしてる。フラットなやつじゃないんですね。ちょっと、なんて言えばいいんだろう。手の形に合うような、W 型というんですかね。ちょっとカーブがある持ち手になっています。もう悪くないんじゃないかなと思いますね。塗装はどうだろう。まあ、ここの部分が鉄そのものじゃなくて、少しゴムの薄いコーティングがされてます。まあでも重たいものなんでね、そのうち剥げてくるんじゃないかなとは思います。まあそんな悪い、作りが悪い風には見えないですね。チープさは感じられないんですけども、まあ、チープさというか、そもそもですね、超高額商品以外は得てして、あのこういうトレーニング機器っていうのはチープなものが、そこそこの値段でもチープなものが多いんですけれども、まあ、ちょっと経年劣化等についてはですね、未知数なんですけれども、まあ、そこそこ、とりあえず初見としては、まあ、そこそこ作りとしてはいい感じなんじゃないかなと思います。まあ、今回、なぜこの、いわゆる、なんていうのかな、シャフトに重りがついてて、可変式っていうんですかね、重さを調整できるようなものじゃなくて、固定式のダンベルを買ったかっていうと、その、これ自体がですね、回転するような動きの時にはですね、ここが緩む、ネジで止めたりするダンベルは緩むんですよね。で、ワンタッチで重さが変わる可変ダンベルっていうものもあるんです。ガチャってして、そのスクリュー式とかじゃなくてですね。ただ、ああいうのだったら緩むこともないみたいなんですけれども、高級なんですね、高い。
で、さらに言えば、まあ、僕がちょっとせっかちで物臭なんで、まあ、1個のダンベルでその使いたい重さにいちいち可変することすら面倒なんですね。使いたい重量をすぐに、使いたいっていうところがあるので、いろんな重さの、ものが複数スタンバイしているっていう状態で痛いと思ってるので、あまりその可変ダンベルっていう、そのワンタッチで重さが変わる可変ダンベルっていうものはちょっと使わない。僕は買いませんでした、今までも。で、逆にトレーニングのスペースがないとか、家の中でしててですね、自分の部屋の中でしなきゃいけないからそんなに場所が取れないとか、まあ、可変の手間をが手間と思わない、手間だと思ってない、大したことじゃない、僕はそんぐらいするよっていう方だったりだとか、まあ、とりあえずウェイトトレーニングを始めたいっていう人であれば、こういう固定式のダンベルじゃなくて、まあ、可変式、そのスクリュー式か、まあ、できれば、まあ、予算が許すんだったら、そのワンタッチで変えれるような、簡単に変えれる、できれば簡単に変えられる可変式ダンベルと言われるようなものを買った方が、まあ、予算があればですね、いいんじゃないかなと思います。予算がなかったらスクリュー式の、まあ、スクリュー式もですね、スクリューで止めた上からちょっとそれが緩まないように、その何て言うんですかね、スプリングで止めるという器具も別にあったりするんですよね。まあ僕もそれ使ってるんです。使ってるんですけど、ただですね、普通に使う分にはいいんでしょうけど、結構その激しく動かすような人だったりとか、回転させる動きが多いとですね、どうしても緩みやすいんですよね。もういちいち毎回そのちょっと締め直さなきゃいけなかったりするのが面倒で、固定式のダンベルを買ったようなところがありますんで、まあ普通の方だったら、まあ最初だったら、まあ可変式、できればそのワンタッチで変えれるような、まあ、ちょっと値段高いですけれども、そちらにした方がいいんじゃないかなという、まあ、僕の意見でした。もう今日はこんな感じです。